熊本県阿蘇市、赤牛の産地として有名なこの地で、あるスマート農業の実証実験が行われています。こちらのカリオ牧場は144ヘクタール、東京ドームおよそ30個分の広さに赤牛100頭を放牧していますが、携帯電話も圏外の中、一頭一頭の安否を確認するのに毎日3時間以上かかるといいます。この状況の改善に名乗りを上げた一社が熊本市の白鷺電気工業という会社です。 Wi-Fi ネットワークの整備、 LPWA 基地局の設置、牛へのタグ付けによってタブレット経由で牛の安否確認が行えるようになるといいます。結局それどこにいるかもう自分はわからないんで、これが使うようになってこの牛は来ましたよということで、この実証実験は業務時間を従来より 85% 削減するのが目標だといいます。7月9日の15時14分が一応最後の検知履歴となっておりますので、放牧牛安否確認システムというアプリを今開発しておりまして、スマホでそういった BLE を検知させるというところでシステムを作っております。この技術を提供した白鷺電気工業という会社は、九州をはじめ主に西日本の電力供給に貢献している会社であり、今安定の主力事業と並行して様々なチャレンジを展開している会社です。目標を掲げてそれに向かって前進していこうとしている会社なんで、いろんなことにチャレンジしてるんで、諦めずに頑張ったっていうところを持った人っていうのが今後のその仕事をしていく上でですね、何事にもチャレンジしていけて勉強していけて技術を一つ一つこう積み重ねていけるっていう、普段私たちがあまり目にすることのない仕事現場に密着する業界の舞台裏ドキュメント、今回は白鷺電気工業に潜入し社員たちの働きぶりを取材しました。白鷺電気工業の本社は熊本市東区にあります。電気や通信にまつわるインフラ企業であり、暮らしと産業の礎を開くを合言葉にしています。同社には2つの主力事業と数々の新規事業があります。最大の主力電力プラント事業は、太陽光、水力といった発電所や送電線や鉄塔、電力会社の変電所、また電圧の高いビルに対して電気工事から保守メンテナンスまで行っています。電圧が高い場所の作業では九州トップクラスの技術力を誇ります。2つ目の主力情報通信設備事業は、光ファイバー網の設置から企業や一般家庭の Wi-Fi や LAN の設置、携帯電波が県外の地域で Wi-Fi を構築する建設現場 IoT ソリューションまで幅広くカバーしています。一方、新規事業では熊本地震をきっかけにスタートした白鷺ファームの黒ニンニク事業や電気自動車の充電設備、さらに冒頭のスマート農業の取り組みなど様々にあります。この主力事業とチャレンジ事業の両利きの経営が同社の特徴です。進化と探索とはですね、白鷺電気工業でいうと、本業というものに対してより深掘りをしていくと、で探索というものは既存の進化の部分の収益があるからこそ、こっちでいろんなことに情熱を持ってチャレンジしていくと、探索の分野が20年後30年後に新たな白鷺の一つの柱としてバランスよくやっていくっていうのが、これから重要な仕事になっていくのかなというふうに思ってます。こちらは熊本技術センター発変電課で働く柴田さんです。この日は九州電力の変電所で点検作業に立ち会っていました。電流流します。流します。はい、測定。はい、はい、電流切り。はい、符号緑確認。よし、完全に完全に。発電所で作られた電気は50万ボルトから変電所で20万、10万、6万、6600ボルトへと段階的に引き下げられ、最終的に私たちの生活に適した電気となって供給されます。白鷺電気は高圧や特別高圧と呼ばれる技術レベルの高い工事を得意としています。お客さんから使用書をいただいて、そこから計画書やら何やら作り出して、自分がその考えた準備品とかで、で工事が全部終わると
出来上がった時の達成感がすごいあるんで、まあ、頭使ったりも体使ったりもしますけど、声かけ合いながらやっていけるんで、まあ、楽しい仕事だと思います。万が一変電所で不測の事態が起きると九州全域が停電するほど大きな被害があるといいます。いわば九州の日常を守る仕事といえます。一番実感したのがやっぱ熊本地震、地震でやられた変電所とかにひたすら復旧工事やって、まあ、結構長期間であったんですけど、熊本の役に立ってるのかなと思って、社会的には結構貢献できてる仕事なのかなっては思います。白鷺電機工業の拠点は京都にもあります。京都技術センターの大塚さんはこの日重要な取引先である日清電機の本社を訪れていました。日清電機は日本を代表する大型電気機器メーカーです。白鷺電機工業は同社の技術パートナーとして巨大な電気設備を工場やプラントに据え付けたりメンテナンスするという重要な役割を担っています。大塚さんは白鷺電機工業を代表する技術者として日清電機から絶大な信頼を得ており、大きな仕事が次々と舞い込んでいます。海外でのお仕事っていうのも何回か行かせてもらったことがあるんです。ある程度その技量であったり会社としてのその看板っていうのも見てお示しいただけてるのかなというのは思いますね。お客さんが満足できるような仕事を毎回心がけてます。一つの工事が終わった時に安定的な電力供給ができるというなんかこう達成感はやっぱありますので、今後も電気は多分なくならないと思うんですよ。変電所の工事も、まだまだ需要がある分野ですので、まあ、白鷺さんとはですね、全てにおいて安全を最優先に、計画をして、計画に基づいて現場で、実際に作業をしていただける、また次も白鷺さんにお願いしたいという声をたくさん聞きますので、まあ、そういったところ我々からしても非常に嬉しいところですね。電気は正直言ってみんな言うんです。間違ってたら間違ってた通りにしか動かないんですよ。これが違うんじゃないかって当たりをつけてやってみて、そこがやっぱり原因だったな、電気は正直だねってみんな言うんですよ。やっぱりね、まあ、理屈もある程度は必要にはなってきますし、お客さんに対して納得できる説明をしなきゃいけないという場面もやっぱりあったりはするんで、割と性には合ってるのかなと思うんですけど、長く続けられるものなら続けたいなと思って。白鷺電機工業の本社、沼田社長が社内を案内してくれました。コロナが起きる前から24時間換気システムを完備し、社員が安心して働ける環境が整っています。この他にもフリーアドレスや電気自動車の充電設備などさまざまな最先端が導入されています。やっぱり電気の会社なんで、こういうものがないとですね、オール電動車で行こうというものが今世界でどんどんこう宣言されていってますので、まあ、その中のまあお手伝いができたらなと。白鷺電機工業は企業の SDGs の推進にも貢献しています。こちらは味仙ラーメンで有名な重光産業株式会社、同社は電気自動車の充電設備の導入を白鷺電機工業に依頼しました。この日は担当の井田さんが追加の提案に訪れています。従業員の方が結構今後 EV が増えてくることが予想されますので、まあ、会社で福利厚生みたいな感じで充電器を提供するとか、かゆいところに手が届くじゃないですけども、こちらからこう質問を投げかけると、まあ、それに対してプラスアルファでこう返してくれたりとかしてまして、でも、はい、非常に助かりました。どの事業者さんも SDGs はやらないといけないけど、何からやればいいのっていう悩みが結構あると思うんですよ。でその中でも私たち電気工事会社ですので、 EV 化しませんか、電気自動車にしませんかっていう提案から、何かあった時に備えませんかっていう提案ができるんで、お客さんの悩みごとにこちらからアプローチをして、まあ、解決するっていうのが、まあ、白鷺電機工業でありたいなと。また同社では派遣社員や契約社員からのキャリアアップで正社員になった人も多くいます。その一人、柴田さんです。派遣から契約社員で去年正社員になったんですけど、やりたいことを自ら考えてやらせてくれるっていうところを、結婚しても正社員で働けて産休育休もきちんと取れる会社であります。
白鷺電機工業は100年ビジョンとして2050年の子どもたちのために熊本から未来を変えると掲げています。その思いを沼田社長に伺いました。ちょうど私からすると子どもの子どもの世代になっていると思うんですが、その子たちが2050年の子どもであるときに、それまでに白鷺電機工業という会社がですね、熊本からもう未来を変えていこうということを目標にしていて、その一つがですね、白鷺電機工業グループで、100周年だから100億円の売り上げを作ろうということが一つの目標です。もう一つがですね、日本中の誰もが知っている会社、今白鷺電機工業熊本県の中でも知っている会社は知っている方々っていうのはごく一部かなというふうに思うんですけれども、そこをですね、徐々に積み重ねていって、もう上場している会社かと言われるぐらいにですね、2050年にはもう本当に白鷺って言ったら日本中の誰もが知ってるっていう会社になりたいなというふうなものが今描いているビジョンです。